ていただいているのはユーラシアカワウソというね、動物のお食事風景です。今食べているお魚はと言いますと、このお魚、これ何のお魚かわかりますか？お母さん方はね、わかるかなと思います。これアージっていうお魚です。皆さんのね、お家でもおなじみのお魚じゃないかなと思います。このアジですとかね、あとはドジョウといったものをいつもあげています。でね、ちょっと、毎日暑い日が、暑い夏がね、続きましたからね、カワウソたちにうなぎをプレゼントしようかなと思っていたんですが、実は、昨日の雷雨のニュース見ました。うなぎといえば浜松ですよね。そのあたりの交通事情等々ありまして、今日ね、うなぎが残念ながら間に合わなかったんです。ごめんなさいね。というわけでね、今日は、カワウソたちにね、いつも通りとなってしまったんですが、このね、美味しそうなアジと、あとは生きのいい土壌とで、お腹を満たせてもらおうかなと思っています。さあ、ご飯をやりながらね、ちょっとカワウソのお話をね、皆さんにしながら進めていきたいと思います。さあね、まずカワウソたち、とっても泳ぎの上手な動物ですよね。オリンピック皆さん見ました？オリンピックね、水泳の選手みんな大活躍しました。カワウソたちもね、とっても水泳が得意です。水泳のね、選手はなんだかとってもね、素敵な水着が大騒ぎになりましたけどもね、カワウソたちは水着は着ていないんですが、早く泳ぐ特別兵器を体に持っているんです。それをね、今日みんなと一緒に見ていこうかなと思っています。さあ、まずね、見ていただきたいのが、手と足の指の間にあるもの。よいしょ。前の友達よく見えるかな？ここにね、膜のようなものがあったの、わかるかな？このね、膜は水かきっていう風に呼ばれるものなんです。この水かきをね、開いたり閉じたりすることでね、上手に水をかいて前に進むことができるというわけなんですね。さあ、もう一つね、泳ぐのにとっても大事なのが、太くって長い尻尾です。今ね、向こうの方になんだか走って行ってしまうので、もうすぐ戻ってきますからね、よく見てみてください。体のね、半分くらいは太くって長い尻尾が締めているのがわかるんじゃないかなと思います。この尻尾はとっても大切な家事の役割をしているんです。さあ、泳ぐとき方向転換をするとき、ね、尻尾を大きく振っていたのわかりますか？早く動くときには早く左右に振ります。そしてね、深く潜らないといけないときには、たくさんに大きく尻尾を振るんです。こんな風にね、泳ぐときにこの尻尾は大切な役割をしているというわけなんですね。さあ、こんな風にスイスイ泳いでいますが、みんなね、プール入ったときに耳の中にお水入ったりとか、鼻の中にお水入ったりしたことないかな？お姉さんね、泳ぎが下手なので実はあるんです。カワウソたちはね、こんな風に鼻や耳にお水が入らないように、この穴を自分で閉じることができるんです。耳の中にはね、たくさん毛が生えていて、もともと水が入りにくい構造になっています。そしてね、一番の秘密は、水に潜るとき耳の穴をキュッと閉じることができるんですね。なので水の中で速い動きをしても、この水の中でのお水の中、ごめんなさい、耳の中にお水が入ったり、鼻の中にお水が入ってね、ツンとしちゃうなんていうことはカワウソはね、しないで泳ぐことができるというね、体の仕組みを持っているんです。さあ、カワウソはね、こんな風に泳ぎがとっても上手です。大好物なのはこのお魚。お魚を取って食べないと生きていけない動物です。ということでね、カワウソたちが住んでいる川がね、汚れてしまうと、カワウソたちは住んでいくことができないんです。生きていくことができなくなってしまう動物なんです。さあね、ここにいるのはね、ユーラシアカワウソといってね、中国大陸に住んでいるカワウソです。ところがね、同じような姿をしたニホンカワウソというカワウソがね、日本にも住んでいたということ、皆さんご存知ですか？そんなにね、昔のことではないんですね。1979年と言いますからね、みんなのお父さんお母さんがまだ子供の頃はね、まだカワウソが日本の川にも住んでいたと言われています。ところがね、もう全部死んでしまったんです。絶滅してしまったんですね。何が原因かと言いますと、私たち日本人が川をどんどん汚してしまったこと、そしてね、川を埋め立てて私たちのお家を建ててしまったこと、川がどんどん少なくなってしまったということが原因です。
原因だと言われています。さあね、このズーラシアがある横浜市旭区にもね、やさし川という川が流れているの、皆さんご存知ですか？このやさし川でね、実は8月の中旬に何キロにもわたってお魚が何千匹も死んでしまって、1匹もいなくなってしまったという事故があったの、皆さんご存知でしょうか？こんな風にね、川の中に住んでいる生物が死んでしまうのは一瞬なんです。ところがね、元の姿に戻すのには何十年、何百年という長い年月かかるんですね。ユーラシア川をそも中国の開発がどん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 進むにつれて数が少なくなってしまっている動物なんです。このね、ユーラシア川をそのかっこよく泳ぐ姿、そしてとってもかわいいね、お顔、今日ね、思い浮かべながらお家でね、私たち人間と野生動物がどんな風にこの先仲良くしていけるかなということ、ご家族でね、お話ししていただけたらと思います。さあ、この子たちのね、お食事はもうしばらく続きます。今日ね、2頭でカワウソが出ています。実はね、ズーラシアには6頭のユーラシアカワウソが飼育されていまして、このね、カワウソたちが順番に、皆さんの前に出ています。今日はね、この体の小さい方、お母さんのゆいちゃんというね、個体、そしてこの体の大きい方、実は息子のおっぴーくんというね、8月の 26日に満4歳を迎えることができたズーラシア生まれの個体です。この2頭が皆さんの前に今日はお目見えしてますからね、今日じっくり観察していって、ぜひこのお顔を覚えていってください。お顔で覚えていっていただいてね、今度また来た時に、この子は誰かな、この間と同じ子かなということをね、見分けていただけるようになったら私としても嬉しいです。さあ、もうしばらくね、カワウソたちのお食事続きます。皆さんの前をね、元気よくまだまだ泳ぎ回りますからね、この機会にカワウソたちのかっこいい泳ぎ姿、じっくり観察してみていってくださいね。